月30日の今の時間がちょうど7時です。ということで今日で LINE Pay のお得な還元が終わります。ということで今日までのお話なんですが、ちょっと急遽動画を朝から撮影しております。ということで僕の LINE Pay の使用実績ですが、結局いろいろ使えました。まあ、主には明日から行く旅行のっていうんですかね、その現地のディズニーランドのチケットとか飛行機のチケットとかを購入しました。そして飛行機のチケットじゃないです、電車のチケットですね。飛行機のチケットはもうすでに買ってたんで買えませんでしたが、いろいろ買えました。利用実績こんな感じですね。決済利益こんな感じです。ま、松屋フーズとかも使ってますけど、トイザラスとか KKDay ってやつか、その向こうの現地のツアーのものですね。で合計がですね、結局使ったのがさっき計算したんですが、合計35,394円でした。利用したのが35,394円で、実際ですね LINE Pay のこの今回の還元に関係する、関係するじゃないですね、まあ上限はこの LINE Pay お問い合わせっていうところでキャンペーンとかで問い合わせると教えてくれるんですけど、このペイ得キャンペーンに書いてると思うんですけれど、アプリを LINE Pay アプリを使ってない場合で33,334円なので、使ってなかったらもう基本的にはオーバーしてます。僕一応 LINE Pay のアプリを使ったので、一度ですけど一回使ったので 66,667円まで一応還元がされます。なので残り66,667円で計算すると、あと残り31,273円残ってます。まあ、残ってますっていうのも変ですけど、分は一応 15% 還元されるということになります。でこれの使い方なんですけど、実は LINE Pay、まあ、ちょこちょこいろんな YouTuber の人とかブログとかで書かれてるんですけれど、実は対象外のサービスっていうのをこの LINE Pay でお問い合わせすると、よくある質問で、モバイルスイカやアマゾンへのチャージはペイ得対象ですかっていうのがあります。で実際に対象ですっていうふうに返事が来るんですね。なのでアマゾンギフトに残りをチャージすると、まあ言えばマックスのキャンペーンを使えるということになります。で下にも書いてますけど、まあ、これをブログに書いてる方ももらえるくじを大量にして、まあ何回も何回もくじを引くっていうような目的で、まあ言えば100円ずつとかをギフトカードにチャージするようなことは対象外に見られますっていうことで書かれてます。でもまあ一度で、まあ、例えば3万円チャージするとかっていうことは問題ありません。なのでこういった形でも使えます。なのでアマゾンさんのギフト券、まあ例えばもう LINE ショッピングから、これギフト券も LINE ショッピングのポイント対象になるから、LINE ショッピングから Amazon さんに移動して さっき見てたので Amazon ギフト、ここの、ま、Amazon のギフト券、こちらから行って Amazon ギフトのこのチャージっていうやつですね、チャージをすると、できます。チャージ
子供がめっちゃ叫んでますね。大丈夫かな、ちょっと行こう。でこうやって実際細かい金額でもチャージできます。なのでマックスしようと思ったらさっきの3万いくらでしたっけね3万いくらっていうのをチャージできるようになります。なのでこれでチャージして、まあ LINE Pay で今すいません、僕 LINE Pay の残高がゼロになってしまっているので、まあ、その分 LINE Pay も残高アップすれば Amazon のギフトカードが、まあ、15% オフで手に入るような感じになります。なのでもしよかったらそういう使い方もぜひしてみてください。ということで今日はちょっとあっさりと短めで終わります。もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまだゴールデンウィーク続きますが楽しんでください。ありがとうございました。バイバイ。